それは叶わぬ恋だった。彼女、堀北真希。彼、堀北真希。彼女の中に存在するもう一人の人格。しかし、彼が自分の中にいることを知らない。彼が愛したのはもう一人の自分。ねえ、彼女はリンゴ違う男性を愛した。不思議で悲しい三角関係。決して会えない二人。会いたい。俺だって会いてよ。もう一つの人格を消す方法はないの？どんな人格だって必要だから存在している。こうっていうせっか、なんでそんなこと言うんだよ。私は幸せに俺は湊を守ってんだよ。なれよ。湊は好きなんだろ？だから邪魔すんだろ。こんな綺麗な恋愛を見たことがありますか？究極の恋愛映画、東京少年。愛してたよ。